はい、こんにちは、伊崎です。今回はコロナウイルス対策の一環として、今回いろんなね、工場が閉鎖する、会社に来なくていいよ、お店を閉めるという対策があって、企業も働く人も非常に困ってる。そこで今注目されているのがリモートワーク、ね、これをうち会社小さいんですけど、どうやったらいいですか、もともとリモートワークって何ですかっていう、これの解説をちょっとしようと思います。まずね、今世界的にね、クラウドソーシング、分かりやすく言うと、会社に行かないけども伝票の入力を家でこなしてお金をもらうという在宅っていう仕事のやり方ね。オフィスまでは行かないけど、最寄りのオフィス、サテライトオフィスに行って働くというやり方、たくさんね、いろんな仕事の仕方が変わってきてます。そういう全部を合わせてリモートワークっていうんですね。もともと伊崎の特徴、何でも言葉の意味を明確に使おう、リモートって離れた場所でっていうことなんです。そうするとリモコン、リモートコントロールって、離れた場所でコントロールするからリモコンなんです。それと同じでリモートワーク、会社には行かないのに離れた場所で仕事をこなそうというのをリモートワークと言います。で、これを皆さんも働く側も会社も取り入れることなんです。そしてね、主にね、オフィスワークは全部最近これでできます。例えばね、お客様の肩を揉むというマッサージの仕事はね、リモートワークしてもなかなか難しいよね、行かない限りできないから。でも入力するとか、伝票を記入するとか、案を出すとか、会議をするとか、事務をするって全部できるよね。こういったのがね、リモートワークなの。そしてね、ぜひこれを機に覚えてください。それやりたいけどどうやったらいいですか、どこでやれるんですか。実はね、2、3私調べてきたんです。調べ方がわからない人のためにね。例えばね、リモートワークしたいけどやり方がわからないから、どこかの会社に頼んでそれを手配して準備してもらうっていう、これをやってるのがね、ベネフィットワン。この会社、このベネフィットワンにアクセスすると、あなたはどんな会社ですか、じゃあこうしてくださいって手続きとか業者を紹介してくれます。もしくはここがやってくれる。もう一つは NTT 東日本とか NTT 西日本という NTT 関係はリモートワーク今推進してます。それともう一つはね、V クリエントって、これはね、オフィスワークにインターネットの活用をするやつをいろんな形でね、斡旋したりしてくれる。で、たくさんもっとあるんです。で、これをここで覚えるんじゃないんですよ。覚えてくださいね。皆さんがね、誤解されていることがあるので、今日はそれをちょっと言って終わりにします。何かというと、インターネットの活用の仕方、この国のほとんどの人ってね、インターネットは遊び、もしくは趣味、企業としては売る道具だと思ってるんです。なんかインターネットを使って EC で物を売る、インターネットでサービス業をプラットフォーム作る、もちろんそれもあるんですよ。でもインターネットが一番有効なのは調査なんです。今ね、インターネットで世界のことでわからないことはもう何一つないと言っても過言じゃない。皆さんがおかしいのはね、売るための道具と思ってること、調査なんです。だからもっとググろうよ。皆さんで言うとググる、私もググってきました。そしたらリモートワークということだけで考え方がずらーっと出てきて、やってるところがボコボコ出てくるよ。調べたらわかるのに調べないからなんですよ。もう一回言うね、インターネットの最大の長所は調査にこそ力を発揮するという、この一点です。まずこれを覚えてください。で、またこの使い方のもう一つあることをまた後で発表します。この件に関しては、リモートワークに関してはこれね、ぜひ皆さんもやってください。